富士宮市では大規模災害が発生した時のペットとの避難の仕方を学ぶ災害対策講座が開かれました。講座に参加したのはペットを飼っている市民11人です。動物愛護推進員らが講師となり、参加者は大切なペットを犠牲にすることなく共に災害を乗り越えるための避難の仕方や避難所の過ごし方などを学びました。その後行われたモデル犬によるデモンストレーションでは、日頃から他の人や動物になれるようにしておくことや、むやみに吠えないようにしつけることの大切さについて説明を受けました。富士宮市では今後も災害時における人とペットの講座を実施していくということです。